こんにちは。速解塾のコブです。翻訳 YouTuber、渡辺水香さん。この度はお力添えありがとうございます。体、えー、の枝のバウチャーからの体のおウォレットへのダイダロスですね。こちらの方への体、えー、の枝の反映がですね、やっぱりね、されてなかった方が何名かいらっしゃいまして、<coughs> この度私の動画を拡散してくださった渡辺水香さんを通じて、何名かの方がですね、 今回バウチャーから体の枝ダ,ダイドルスブレットに入金という手続きを進めていくことができました、えー、特に私にねなんかこう手数料が入ったりとか何か良かったことがあるかっていうと別にないんですけどもでもやっぱりね同じ体のエダのホルダーとしてせっかく掴んだチャンスね当時訳も分からずにまあ半ばね強引に買わされた方もいたと思うんですよでもここに来て本当に今はね体の枝が 日本円にスムーズにできるようになった時代にバウチャーがですねそのまんま執行するっていうのもあんまりにもね本当にこういたまれないということでこの日本経済のためにもきっと当時カルダネーダのプレセールに参加された方って、まあ、そこそこの年齢でですねもう最後の可能性だと思ってやみくもに購入したと思うんですよ。でもその後カルネーダネダそれ以上に日々の暮らしが忙しくってきっとバウチャーがどっかにね紛れてしまってっていうことだと思うんですよ。 でその中でもしかしてあの放送を見た方そして私の放送を見た方聞いた方の中でも自分がまさかね体の枝を買ってるなんてことを思ってもいない方もいたかもしれませんでサポートはもう、まあ、明日で終わっちゃうんですけどもまあでもねやれるだけやってみましょう問い合わせてみましょうまだ可能性はあると思いますしそれから渡辺水んの動画もねまだ生きてると思いますのであのー、これをね機会にもしかしたら自分も 購入ししたたかもしれないないいいっていう,ふうに思い当たるところがあれば、まあ、私にでもいいですしねお問い合わせいただければと思いますあのその上でちょっとね注意していただきたいことがあるんですけども、うん、やっぱカルドネイダーって今ね少なくとも数千万円の日本円場合によっては数億円の資産の価値を持っているもっと平たく言うと日本円にすぐ変わるんですよ今だからねなんかちょっとしたあの億万長者なんですよカルドネイダープレセールで買った方って いろんな意味で狙われる可能性があります例えば、うちで還元しましょうかっていうふうにして、全部ね、持っていかれる人もいると思いますし、まあ中にはね、これは悪い例ではないんですけども、一連の作業をやりますので、手数料を30万ほどいただけますかって方がいるかもしれません。もちろん手数料をいただいて、きっちりと体の枝を還元してくださるんだったら、全然高い手数料ではないと思いますけどもね。まあでも、そんなことをしなくても、 きちんとしたルートを通れば手数料なんて取らずにねサポートの一環としてまだやってくれますんでまずはそういったアンバサダーですとかあの販売元のね会社あえてここで名前は言いませんけどもいくつかのなんとかコーポレーションみたいなところがねあると思いますのでそういったところにまあつてを頼ってみるのもいかがかなと思いますそしてカルダネードを日本に持ち帰ってくださったアンバサダーと言われてる方も何名かいらっしゃいましてね まあそういう方は滅多に情報発信はしてないんで、人目に触れることはないんですけども、私でしたらおつなぎすることができますので、その上でも、あくまでも自分の判断で警戒をしながらやってください。私に対しても警戒してください。もちろん私は人を黙らかしたりとかね、人の資産を奪ってやろうなんて余裕のない人生を送ってませんけども、まあでもね、逃げも隠れもしない私ですら、警戒するぐらいがちょうどいいと思います。そのぐらい、数千万、数億円っていう金額っていうのは人の心をね、変えてしまうんですよ。ですんでね、 身内の方でもどんなに仲のいい方でもその関係を続けようと思えば思うほど大事なキーナンバーですとかパスワードとか絶対にお知らせしないようにしてくださいそんなことを教えてくれなくてもきちんと還元の手続きは取れますんでねその辺注意していただきたいと思います とまあ、いつの間にかね、皆さんへの連絡になりましたけども、改めて、渡辺水香さんに今回の件でのご協力のお礼を申し上げて、今回の動画にさせていただきます。えー、本当にね、何名もの方が、そんなにね、何十人も何百人も来たわけではありませんけども、これによってね、あ、忘れてたのが救われた。確かにダイダロスに、ウォレット0円になってるわ、と。ああ、間に合ったって方がね、何名かでも生まれたことは渡辺水香さんのおかげだと思います。水香さんの動画でも言われてましたけども、あのやっぱりね、 プレセールでで買っった人ってむちゃくちゃゃくましいんですよ。すごい資産なんですよで多くの ICO が全部飛んじゃったとかね詐欺だったっていう中で、まあ、唯一と見ていいぐらいこのチャールズ・ホスキンソンさんのカルドネーダーっていうのは本物だったわけですよねしかもこれからまだまだね価値をこの世の中に広げてくれると思いますそのコンセプトは30億人のお財布も持たない人身分証明書も持たない貧困のこの地上に暮らす30億人の人を救うためのこの お大ええカルトのエーダなんですよね。コンセプトも素晴らしいじゃないですか。ね。まあそこに共感した方もカルトのエーダねご購入されたと思いますし、単純に自分のお金が増えたらいいなと思って手を出した方もいたと思います。何にしてもおこのね嘘の多い世の中で真実の暗号通貨カルトのエーダ手にした方はこれからあの本当にねいい人生を歩んで。 ていただきたいと思いますので私も YouTube を通じてこれからもいい発信をしようと思いますこれからもよろしくお願いします渡辺美塚さんありがとうございました